大会は府中町消防本部が主催し、今回で26回目です。今年は府中町内にある11の幼稚園と保育園から110人が参加しました。防火カルタは府中町のホームページからダウンロードできます。園児は幼稚園の先生や保護者たちと練習して大会に臨みました。しっかり A 見て、 A 見て、府中光幼稚園で練習した。小さな日、あっという間に大きな日。10枚取った。火は気をつけようねとか、子供だけじゃ使っちゃダメなんだよとかっていう話をしながら練習しましたね。火遊びをしないということは、当然なんですが、日頃から、災害に対してのですね、心得を、その都度その都度お話ししていただければと思います。紙飛行機を飛ばし地面に着くまでの滞空時間を競う JAL 折り紙飛行機全国大会の広島予選会が開かれ、紙飛行機ファン141人が挑みました。この大会は折り紙飛行機協会と JAL 日本航空が開いたもので、今年で3回目です。 JAL 折り紙飛行機全国大会は JAL グループのさまざまなスタッフで運営をしております。客室乗務員やパイロット、さまざまなスタッフと関わることで空のお仕事に興味を持ってもらえるプログラムとなっております。この日は紙飛行機教室が開かれ、初めての参加者は JAL の講師から作り方を習い本番に臨みました。大会部門では小学生以下の部と一般の部に分かれて行われました。自分が作ったものがこう綺麗に空を飛んでいるっていうのがとても気持ちいいので、それが僕が今まで続けている理由です。1位取りたいなって思いながら作ってました。すごい飛んでいる人もいてから1位取れないと思いました。 6.7 秒だったんですよ。で、第1回の時は 7.3 秒ぐらいだったんです。10秒っていうのはすごい壁ですね。予選会の結果はご覧の通りです。優勝者は3月8日東京都内で開かれる全国大会へ出場します。府中南小学校でとんど祭りが開かれ、地元住民たちがお正月に飾った門松やしめ縄を焼き、家内安全と無病息災を祈りました。府中町南部地区では毎年小学校のグラウンドを使ってとんどが行われています。日本の伝統行事を地元の子どもたちに受け継いでいこうと、町内会と小学校が協力して2008年から始まりました。高さ13メートルの櫓は前日に6時間かけて組み立てました。竹は町内会の人たちが近くの空城山公園から切り出し、藁の袴は府中南小学校と府中緑ヶ丘中学校の子どもたちが編みました。とんどの火で書き初めを燃やすと字が上達するという言い伝えがあることから、府中南小学校の児童全員分の書き初めも飾られました。若
訪れた人たちはトンドの残り火を使って家から持ち寄った餅を焼きました。修学旅行、ユニバとキッチャニアと東大寺、部活を頑張りたいです。バレー部です。新しく一人生まれたんで家族が増えてなんかこうやらなきゃいけないことが増えて、はい、気の引き締まる1年です。まあ、みんなが笑って過ごせるような1年にしたいです。